株式会社 ZTV が三重県伊勢島地方で事業展開する上での愛称。正式名称は株式会社 ZTV 伊勢放送局。2014年4月1日に九州合併されるまでは株式会社 i t b という独立したケーブルテレビ局であり、伊勢市に本社を置いていた。1992年放送開始。2001年までは チャンネルアミーゴという愛称を使用していた。伝送方式には行動軸ハイブリッド伝送を用いている。株式会社 ITB 時代の2004年から2009年度の決算において ITB の役員1名が総額14億7100万円の不適切計上を行っていたことが判明した。社内調査の結果、この役員は加入者の水増しと 無料キャンペーン期間中の売上相当額を計上していたことが明らかとなった。また、同役員はカフェ事業の売上の一部、約2800万円の横領も行っていた。これら一連の事態は2010年に会計の仕組みを見直したことで発覚した。同社の常務は同役員が一人でやったことであり、組織的な不正ではないと発表した。また、 同役員の話には、横領の件と不適切会計の苦断の間に矛盾があるという。この役員はすでに辞職している。ありがとうございます。